どうもビビビビレです。今日の企画はレバーの生姜に作ろう。今日はですね、横国の学食のね、シェルシュにもあるレバーの生姜に作っていきたいと思います。こちらレバーね、大量に用意してるのでいっぱい作っていきたいと思います。それではレディーゴー。じゃあまず用意するものは、じゃあレバーとニンニクと生姜のみです。こちらを使っていきます。でまずレバーをね、切っていきたいと思います。こんな感じなんですよ、レバー。まず頭を切っていく。ポンで、ここの白い部分を切っとく。これのみっすね。で切って、まああんまりね、ちっちゃくしなくていいらしい、まあ、こんなもんでいいらしい。これは半分で。シェルシュのレバーのやつうまいよね。ちなみにそうなんですよ、広告の食堂の名前シェルシュっていうんですよ。ちょっと意味わかんないけど、めっちゃおしゃれじゃないかな。レバーとか小さい子めっちゃ嫌いだったけど、なんか食べれるようになるよね。うわ、中から黒いの出てきた。血が出てきました。ちょっとグロいね、グロ映像。この部分ね、コリコリの部分。今日土曜日っすよ。またジンの放送日。早くね。ジンマジでおもろいよな。最後がいいからね。最終回がポイント。綾瀬はるか、さきさんとじんさんの恋の行方はどうなるんでしょうか。そこがポイント。うち流なんですけど、レバーの下処理しないらしい。しなくても美味しいらしい。食えればいいよね。みんな多い。2キロだから果てしない戦い。ここら辺は全カットでお送りします。全部切り終えました。こんな感じです。めっちゃ入ってるね。中に入れるニンニクと生姜を切っていきたいと思います。中に入ったやつ食べるんでね、細く刻んでください。この前さ、 FB プッシャーズ結成した時にさ、あの Twitter の紹介欄に書いてくださいみたいなインスタとかに書いてくださいって言ったら、本当にインスタに書いてくれた人いたらしい。 FB プッシャーズ一番大体大将任命します。うん、ニンニク香りがいいね。何かけたろこれ。丸々1個 OK で、次生姜、こちらの生姜も切っていく。そうだ、インスタまあまあフォロワー増えて今32人ぐらいかな。前回行った時よりは10人ぐらい増えた。 OK じゃあ全部入れました。で、こっから調味料を付け足していきます。調味料はね、酒、料理酒、醤油、砂糖を全部同量1カップ。まず砂糖から入れていきますね。結構砂糖入れるんだ。砂糖満パンをこちら鍋に。次、醤油。醤油も満パン。ドン。で、料理酒。料理酒。ドン。OK。これを15分ぐらい火にかける。はい、じゃあ、今から煮ていきたいと思います。はい。こんな感じですね。レバー、ニンニク、生姜と醤油、砂糖を料理酒、これだけです。うん、じゃあ待っていきます。はい、10分ぐらい経ってきました。どうでしょう。焦げつかないようにたまにしたこんな感じでね、うん、水入れてないんですけど、こうやって水が出てくるんですよね。で、でも味が染み込んでる感じですね。もうちょい待っていきたいと思います。匂いもいいですね、生姜とニンニク。はい、いい感じなんで火止めていきたいと思います。こちらできました。じゃあ食べていきたいと思います。うん、生姜とニンニクの味がいい。グッドです。白お似合いカップ。うん、味も今できたばっかだけどちゃんとついてます。なんかおかずの一品としてね、
あったらいいよね、昼ご飯中。味噌汁あったり、ご飯あったりする中にこれがあったらね、ベスト。名脇役、名脇役、ね、まあ、何日でも保存できるでしょ、これ。だから毎日毎日味が染みてく、美味しくなっていくから、ちょっとコリコリしてる部分も美味しかった。中に入ってる生姜も、うん、美味しい。ぜひ皆さんも作ってみてください。この動画がファンタスティックだなと思ったら今日 FB 押してください。今日も5個目指していきましょう。5個お願いします。それでは皆さん、バイ。今日も動画を見ていただきありがとうございました。レバー美味しいんで作ってみてください。明日はオレオチーズケーキを作ります。ちょっと話題になってるやつなんでね、気合い入れて作っていきたいと思います。それでは皆さん、バイセコー。